ハッシーです。京子です。はい、よろしくお願いしよまろす。しくお願いします。いや、前回の1本目のね、赤ちゃんの話、教は育、い。めちゃくちゃ面白かった。あ、そうですか。よかったです。はい。じゃあ、あの時の勢いをままに、まはたい。語ってもらおうと思うんですけど、あ、はい。もう、ち、もう何、じゅ、もう1歳になる前にいろんなことを分かってらっしゃったんですよね。そうですね。特にもう大人のこう行動っていう、まあ、自分が動けないし、一緒にいるのは常に母なので、で、たまに父みたいな、夜になると父がね、帰ってくるっていうことで、まあ、それぐらいしかやっぱりね、観察する人がいなかったですよね。まあ最初はね、はい、はい。だけどもう1歳になる前にお話しされてたっていう話をが聞いたんですけど、本当なんですか？それは親から聞いてて本当だし、自分でももちろん記憶にあるので、本当なんで何ヶ月からしゃ、あの、あの言葉発してたんですか？す。10ヶ月ぐらいだと思うんですね。本当。ママとかパパとか、ワンワンとかそういうんではなくて、こんにち、まあ言ってみたらこんにちはとか、どうのこうの、ちょっとした会話、ですね。簡単な会話。は喋ってました。どうしてかっていうと、私が何か喋るとすっごく喜ぶんですよ、親が。皆さんそうだったと思うんです。初めて喋った言葉、なんかこう言い出した時ってもう、家族みんな、おじいちゃん、おばあちゃん、みんながもう手叩いて喜んで、もっともっとって言ったと思うんですね。で、言っそれをた言っ私が覚た。えているので、こんなことで喜ぶのっていう驚きです。んなことで。こんなことが幸せなんで、ものすごい笑顔になるから、父も母も。だから、少々ちょっと夫婦の、なんていうかね、夫婦喧嘩でもないけど、ちょっといざこざ、ちょっと険悪なムードの時でも、私がなんか喋れば、もう途端に二人笑顔で、平和になっちゃうから、やっぱりこう、子供ながらに、ああ、私が喋るとみんなが幸せになるっていう、あれが入っちゃってるんですよね。だから、僕喋る、もうずっと喋って、大人になっても喋る。私が喋るとみんな幸せになるのかなって勘違いしてるっていうか。素晴らしい。いや、素敵な話だね、それ。いで、や、それで、はい、はい、ごめんなさい。はい。いどうぞどうぞ言ってください、どうぞ。や、それで、なんか、本当に、なんていうかな、母親の言葉をじーって聞いて、滴らずながらも、母親の真似をする。よ、なんか父親に向かってあなたビール飲むとかあるじゃないですか。会社が帰ってなんかお風呂に入るとか聞くじゃないですか。そういうのをじーって聞いてて真似するんです。そしたら父親が喜ぶ手叩いて喜ぶ そんなのから始まってちょっとした会話っていうのをちょっと身につけていったんですね。いや、じゃあもう、本当にもう、愛のキューピッドだね、ご両親にとっての。最初だけ、赤ちゃんの頃は。最初だけなの。赤ちゃんの頃は、皆さんそうです。私だけじゃないです。皆さんそうですよ。いや、だけど、そういうのが記憶があるっていうのは面白いうん。面ね。白いです。はい。僕、全然覚えてないもん、そんな。あ、そうなんですね。もったいないです。もったでいも、ないです。でも、そうだったんだろうなっていう思いを私はせてほしいというか、私の話をこの間もちょっと仲間内で、はしーさんのズームに出るんだけど、こんな記憶の話をするんだってことをちょっとみんなに言ったんですね。そしたら、なんていうかな、珍しい、自分にはそんな経験ないなって人ごとのように聞いたり、自分にはそういうのないから、この人とは別だみたいに思うんじゃなくて、自分もそういえばそんな経験があったような気がするとかね、なんですよ。そういえば、幼稚園の頃とか言い出すんですよ。それでね、忘れていても、こういう話を聞くことによって、あ、自分もそういった時の純粋な時の、そういう魂がね、本当に喜んでるような状態のことを、とか不思議な体験とかを、あったんだってこと、思い出すってことで、やっぱりその方の周波数がすごく上がるんですよね。わあ、わかるわかる。なんかだ僕から、もな、はい、どうぞ。
僕も聞いてて、あれ、自分、小さい時どうだったかなって、やっぱ思いながら今聞いてたもん、やっぱり。そうです。で、それで、だから、他人事とか、この人は特殊だっていうふうに分けるんではなくて、自分はどうかな、その全部全部一緒じゃなかったとしても、私いくつかお話しさせていただく中で、それを思いをはせてもらって、で、記憶がなかったとしても、あ、きっとそうだったんだろうなっていうふうに幸せな気分になるっていうことは、すごく大切じゃないかなと私は思ってるんですけいど、やー、素敵素敵、素晴らしい。すごくなんか自然だし、ほっこりするし、なんか聞いててワクワクする。あ、そうですか。よかったです。いやー、嬉しい、楽しい、本当に。ああ、ありがとうございます。で、他にもなんかいろいろあるんでしょう？この、小さい時の記憶が。いっぱいありますね。いっぱいありすぎて、もうなんかわからん。書なんかき出したんだけど、わからなくなっちゃう。2歳か3歳の頃に、なんか地球が嫌になることが起きたんですか？なんか。そういう私も今度活動ですよね。自分で歩いて近所のお友達と遊んだり、いろいろし始めたら、なかなか思うようにいかない、当たり前の話なんですけど、思うようにいかないことが増えるわけですよね。人間関係で。意地悪してる人を見たり、自分もちょっと嫌がらせされたりとか、ブランコ横取りされたり、あるじゃないですか。あるそういうあるあある。ることを、それを嫌だなじゃなくて、まず不思議という感覚ですね。今この人何したって思うんですよ。この人今何したのって驚きなんですよ。わーって泣くんじゃなくて、これは一体何が起こってるのみたいな。始まって、で、真似してみるんですよ。友達に。やられて嫌だったことを自分も真似してみるんです。そしたら、めちゃくちゃ泣くんですよ、その友達は。あ、これって嫌だから泣いてるんだ。あ、そういうことなんだって、そこで学習するんです。これは嫌なことで、いわゆる意地悪っていうか、嫌がらせをしているわけで、それをすると、私はびっくりだったけど、普通は、みんなは、あ、悲しい思いになるんだな、なるほど、という。まさしく京子さんは地球人が久しぶりだわ。そうなんです。で、そうやって、学習していったんですけど、それでも、こう、友達もいっぱい増やし、もう何でもかんでもやってたんですけど、なんかこう、本当に3歳前、2歳半ぐらいの時に、ワクワクを覚えてるじゃないですか、体内覚えての。るね、そうだね。このワクワク通りに、もう、これもやってもある。だから、怪我も多かったって言います、母親は。何でもかんでもすぐやるから、危ないことでも、ぶわってすぐやっちゃうから、もう、本当に、目が離せない、怖いし、怪我も絶えなかったわって。で、それでやっていくんだけど、それこそ、体も小さいし、知恵もね、地球の知恵がないので、やっぱり怪我をするとか、危ない目に遭うとか、うまくいかないってことがどん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 増えてきて、で、宇宙ではなかったわけですよ。それが。何でもスムーズなんですよ。思えばすぐにで、お腹空いたなって、まあ、そういう感覚もないけど、例えば何かを食べたいと思ってもすぐその場で出てくるのと違って、お腹空いたってお母親に言って初めて作って出してもらうっていう時間っていうかな。タイムラグ要すね。るに、そう、その時間っていうものが、いまだにちょっと慣れないんですけど。今いもま慣だれに、ないの？ 今もなんです。もう、これが永遠の私の課題なんですけど、でも、その、時間っていうものに、すごくしんどくなったんですよね。はあ、面白い。やっぱり、宇宙の時のパッパッパッパって、その、今ここ、今ここ、今、今、今っていう、その状態がすごく懐かしくなって、懐かこんなはずじゃなかったっていうみたいな。しい。面白い。それでだんだん三次元に染まっていくんだ、地球人に。そうです。で、里心、ああ、もう宇宙に帰りたい。ああ、でも、まだ死ねないなっていうのは分かってて、死ねないしな。ああ、もうここでやっていくしかないのかと思った瞬間、諦めが入ったんですよ。もう仕方ないっていう。もうなんか、2歳諦半でめもすでにか。諦めちゃった。
それ、その諦めたって何歳の時に諦めたんです2歳半ですね。か？ 覚えてる、あまりにもリアルだったんです。このちょっとなんか、なんていうかな、笑えますけど、本当に2歳半で、なんか、ベランダにちょっと出て、ちょっと夕日っていうか、ちょっと夕暮れ時で、空を眺めながら、ちょっとお菓子を食べ、なぜか袋でお菓子を食べながら、あ、もうダメだな、もう地球。思ったようにうまくいかないわ。ああ、もう諦めるしかないな、みたいな。おじさんの感覚がすでに。本当おじさんの感覚だわ。うん。へえ、面白い。まださ、はい。2歳までの話しか聞いてないけど、なんかこの先がどんな話か。いや、でも最初の頃が面白いです。あとはもうだんだん地球に染まっていくし、はい。あれですけど。はい。他にはもう強烈な印象的なものってありました？その小さい時。小さい時の印象、ちょっと、なんていうかな、怖い、自分にとっては怖い話なんですけど、夜寝てて、お布団に入って、うとうとって、寝かかってる時に必ず出る現象が、お布団と自分の境目がわからなくなるんですよ。で、自分がお布団で、なんか、私はお布団と一体になってる私みたいになって。で、そうこうしてるうちに、だんだん、こう、そばにある家具とか、家とかも全部自分の意識になる。意識が広がるみたいな。うん。で、どんどん部屋中自分の意識になるんですよ。で、その意識って、めちゃくちゃしんどいんですよ。エしネんルどギーいが。の。しんどいんです。楽しくない。膨張する感じ。自分がブワーッと膨れ上がる感じ。へえ、面白い。はい。みんなすごくしんどい。ああ、もう嫌だーって、めちゃくちゃ、ある意味、自分ですよね。がを強くしたら、パッと戻るんです。幽体離脱なんかと一緒です。幽体離脱も怖いと思って戻るじゃないですか。なるなる。そういう感じです。だから、からし張りとかそういうのとまた違います。自分がこうバーッと膨れ上がるみたいな。うん。それがね、毎晩なんですよね。毎晩。毎晩でも結構ずっと続いて、で、年齢が上がるとともに、1ヶ月に1回とか、ちょっと回数は減ったんですけど、結構30代までありましそう。た。うん。それはちょっと嫌な記憶だし、この話をして、一人だけ私もその記憶あるっていう人がいましたけど、やっぱりスピリチュアルどっぷりの方でしたけど、その方も。うん。それ以外の人は、あ、そんな記憶、経験ないなって皆さんおっしゃいますね。うん。30までほぼ毎日ですか？いや、毎日じゃないです。だんだん小学生になったら週に1回とか、減るんだ。中高になったら月に1回とか、なんか減っていくんです。だから大人になったら、久しぶりにそういう状態で、ああ、これか、来た来たみたいな。そううなっていくんん、だ。そうです、そうです。いや、面白い。あれ、はい。ちなみに京子さん、今、兄弟何人ですか？ご兄弟。兄弟？ご自あ、分の。2人です、2人。上下？あと、妹です。おいくつ違うんですか？2歳半ですね。妹さんはどうなんですか？そういう京子さんみたいな体質ですか？いや、違います。すごく感性は豊かなんですけど、絵を描いて、そういうのが上手なんですけど、でも、あんまりこういうのはないです。ないんだ。ないです。そうなんだ。ない。もし、だけど、京子さんほら、結構、霊視したりとか今もできるでしょ？そういう、霊視ですね。そう、なんていうか、見えるじゃないけど、はい、わかるって感わじ。かる。そうはい。すると、例えば妹さんにしろ、お父さん、お母さんにしろ、ついつい見ちゃうでしょ、やっぱり。見ません。それはしないの。しません。よっぽど病気で困った時とか、うん、すごくしんどい時とかは、大人になってから見てって言われたら見ますけど、うん、そうでない限り本人に頼まれなかったら見ません。はい。
それはそうなんだ。それまた素晴らろん。しい。うん。もちろんです。はい。あ、それはまたでも、最初からそういうふうに、見ないっていうふうに決められたんですか？いや、まあ、最初はそんなにこう人を見るっていうそういう感覚を覚えてない、ないです。自分のことだけで夢中だったっていうか。ああ、そっかそっうか。ん、そうです。そ本れ当。とやっぱり地球での体験をしたいって最初にね、言った通りに、やっぱりその経験をひたすらやろうとしていたので、はい。もうそんなことやってる暇なかったです。面もう白いね。はい。いや、結構多分これ、これから YouTube でどんどんね、何回かに分かれて、京子さんの話、これから増えていくと思うんですけど、はい。はい。多分ね、実際に会って、お話し会でお聞きたいっていう人、多分出ますよ、これ。あ、そうですか。はい。嬉しいです。聞いててワクうん。ワクするし、面白いもあ、そうですよね。なんかこう、ちょっと旅行的な感じですよね。なんか地元の人ではわからないけど、旅行客だからこそわかる良さみたいなのがあるじゃないですか。地球の良さとか、不思議。ね、そういう感覚です。みんなにとったら当たり前でも私にとったら当たり前じゃないとか、みんなにとったらつまんないけど私にとったらすごいそれ面白いんだよとか、うん、そういうのっていうのはあると思います。面白い、素敵。本当ですか。ありがはとうい。ございます。もうね、いあっえいという間にまたね、20分近くね、お話ししてくださってるんで、え。もう、そろそろ1回、2回目のね、YouTube もね、一旦終わろうと思うんですけど、はい。はい。はい。まあでも、お話上手ですね。そうですか。なぜ、私が喋ると幸せになるっていうインプット入ってるので、すいません。すごい喋りなんですよ。もう止めてください、途中で。いやいや、もう勝手に喋っていいです。ありがとうございます。いや、ぜひ、今日ね、まあ、1回目でしたけどね、ね、ズーム自体が初めてだったんですけど、ちょっとまた、早急に、ちょっとこの先やりません？はい、ありがとねえ。うございます。はい。もう、引き出しいっぱいありますもんね。ですかね。はい。いや、はい。嬉しい。聞いてて、こな、あの、なんていうかな、僕、ワクワクするし、面白いし、ああ、こういうん、嬉う、しいです。ういろんなスピリチュアルの人はいろんなこと言ってるんだけど、ん。ね、近未来はいろんなね、うん。うん。怖いこと言う人もいっぱいいるんだけどさ、もう未来はもう本人が選ぶことだから、もう人は関係ないです。もう私が一番伝えたいのは、ちょっとこれ話それちゃいますけど、もうよく創造主とかね、いうふうに、主人公は自分なのに、自分が主人公じゃない人がいっぱいいらっしゃるから、そうだね。本当に、うん、もう自分で選ぶ、自分で作っていく、どうにでも変えれるっていう、はい、そこです。はい。まあ、最後はその話にね、なるんだけど、今日はちょっと時は間がないんでね、い。今日はここはい。で一旦、YouTube を終わろうと思います。ありがとうございました。はい。はい。ありがとうございました。はい。